前科 3, 3番、893番、ちょいキタロウです。本日のお話は、一般社団法人コラボについてです。先日ね、<laughs> ケミカル使用の容疑で逮捕された元暴力団の牧師についての動画を何本か、この私出したんですけど、そしたらですね、このコラボという団体の 側の陣営って言ったらいいんですかね。懲役太郎に擁護させたお金を積んだ脅して動画を出させたのではないかという事実無根の大嘘でこの懲役太郎がなんと晴れあるプチ炎上したわけですね。はい、ありがたいことです。まあそういったことはないよというのはもうサブチャンネルの方でもまあこっちでもね動画を出しましたけどそれでもまだ疑ってらっしゃる方たちが そう思い込んで。 いいる人たちが多いのでもういいわ、と。やってないことの証明っていうのは悪魔の証明といって難しいんですけど、もう、そうに違いないって思ったら何を言ったって出したってどうしようが、隠したんだろう、消したんだろう、嘘だろうって帰ってくるだけなんで、まあそんなことはね、やっててもね、まああの意味がないんですよね。それでもまあ私、その、そこに関連してる問題、このコラボという団体に関しての何がどうしたっていう話は本当に知らなかったんですよ。まあ知らないで <laughs> 言っていた。それでその結果、 結果こうなったんで、そうかと。やっぱりそれはダメだと。こういう問題というのはね、わからないこと、わからないのでやるのは本当にトラブルのもとなんだなっていうね。このおじさんもう還暦マジか。<laughs> もう官暦まであと3年じゃないかな ?4 年かなもうなんもいいんだけどそんなことは。そのおじさん反省しまして、もうこれ本当に大きく大いに反省して、ちょっとこれ心入れ替え、分かりました。じゃあ調べて話をしようかな。はい。 脅されております。脅されております。え、こう、顔が動かなくてっこうやってやると脅されて、うろたえております。ね、うろたえて、何か拳銃を突きつけられて、ああ、バン、うん、みたいなことはないのでございます。で、こう。ちょっ と動くだけでこんな顔が動いてしまう。あね、動画外れたらもう、こんなになっちゃうんですよ。そういう、そういうもんなんですよ。ほはい。まあ本当にね、まあ気を取り直して。そんなコラボというのはね、関わったり調べたり批判すると、脅したり金を積んだりしてね、自分たちの都合のいいことを言わせに来る恐ろしい何かがやってくるような。 存在団体なのかこれがね、もうちょい来たるようにね。圧力が勝かかったんだ。金を積まれたんだ。と最初に言った当の本人は、なんと、この話はもう終わった話なんだわ。遅い話でくるくる踊っとる。滑稽だみたいな言い方で、炎上のね、火をつけるだけつけて、つけっぱなし、もう放火魔ですわ、これ。放火魔ね。 放火魔野郎。私に限ればね、遅いも何もないんでございますまだ今、家中なんですよ。まだメラメラとね、私のところでは燃えて鎮火はしてないんですよ、正直言うと。そう、本当にこれはね、それはさすがにこれはない。まあ、こういうことかって炎上する。なんかそういう気持ちがわかりますよ。くすぶってはいるんですよ。だからこういうことしなきゃいけない。今まさにね、ありもしないことをね、事実化のように広めて、信じてたのに、見損ないましたとか、毎日のようにこのメール、あの、なんていうの コメントにね、入ってくるわけです。何が、何も変わってないんだけどなっていうことなんですよね。はい。そうなんですよ。 で、まあ、この超駅太郎の動画を見ている人たちだと知らない人もいるだろうということなんですよ。ね。これがすごく内容も枝葉というか横道というかそういうのが多い話で大変で今後これからの話だからまだわからないよねみたいなことも多くてだからこのキメセク牧師の話をした時にも深くは触れなかったんですけどもうコラボ用語という真っ赤な嘘で巻き込まれた以上は私もね、さすがに知っておいた方がいいのかなということで話していきたいと思います。できるだけ だけね、ありもしないことを言わないように憶測でね炎上させないように今からこのおじさんが調べて出てくる事実ベースで気をつけて話すようにはしますのでだからもうこのことを知っている人からするとね、もう知ってるもう遅いって言う人もいるかもしれませんがおさらいみたいな感じでもう一度ね、知ってない人が今知れるようにということで分かっていただければなという風うに思っておりますえー、どこの日付からの話で始めようかと思ったんですが2022年11月 29日この前から本当は。 ね、もっといろいろあるんだけど、この日からにしましょう。この日にコラボがデマを流している代表的な人物1名に対して提訴しますということで記者会見を開いたんです。どういう内容かというと、この先日ね、蝶役太郎の動画は何かあったんじゃないか。いくらか金を積んだんだろうなと発言した男性なんです。彼1人に対して7人、7名の弁護士が表に出てきて弁護団を組んで、コラボ側の言い分としては、コラボは保護した女の子を タコ部屋に押し込めている。生活保護を不正に受給させて、その生活保護費を徴収している。というデマと誹謗中傷をされている。ということで、男性に対し民事訴訟をしますよと。YouTube 配信もやって、全世界にこの会見を公開して、こんなにひどい人がいるんです。戦いますって言って広める会見だったんです。まあ、ざっくり言うとね。 そこでまあ、この訴えられた男性は、コラボの金の流れのこと、いわゆる、まあ今話題になってます、不正会計疑惑の追及を8月ぐらいから本格的にやっていたんですね。そのことを指して、コラボ側の弁護士が、 リーガルハラスメントって言ったのがツイッターのトレンドになったりとか、本筋とは関係なかったり、感情的な話を別の弁護士の一人が熱弁してたとか、いろいろあったんですけど、まあ、キリがなくなってしまいますんで、まあ、そこは割愛します。で、この会見が今ネットで知っている人は知っているコラボ騒動の始まりになったわけです。 コラボたちを許すなという人たちと、男性とそれを応援する人たちを許すなという人たちで、こう、戦い、バチバチにやり合う。みたいな感じで、たくさんの人たちが、意見だったり、批判だったり、批評だったりで盛り上がって、人の目にも止まるようになっていったんです。何かと今注目されているわけなんですね。で、こっからなんです。私、これを調べてちょっとテ点が言ったんですよ。なんで、急に、この男性がね、ありもしない、懲役太郎に圧力があった。 金を積んで言わせたなんて、まあそういう想像をね、言いふらしたのか、そう思い込んでも仕方がないようなことが、この会見以降に。 この男性の身にも起きていたんです。コラボ側の動きも、それはそれはもういろいろあったということなんです。知っていくと、そういう妄想に囚われてしまった心の内っていうのは、そういう思い詰め方をするのは、わからないではないなと。もう結構、普通の人だったらね、うにも耐えられない。もうどうにもならないと。限界を超えてるっていうようなぐらい可哀想な目にもあっているんです。この人はね。まず、この記者会見からしてね、一般の個人に一人に対して、一般遮断法を 法人人という団団体が弁護をを組んでこの人を訴えますってあね、いわゆるね、暴走族、一人で走ってる暴走族にね、山口組がね、あの、向かっていくようなもんですわ。ちょっと違うな。違うな。ちょっと違う。ごめんなさい。話がずれちゃう。まあ一般的な感覚でこれっていうのはね、威圧的で、まあ圧力だと感じるのも、 おかしいことじゃないですね。嘘怖いですよ。そりゃ。弁護人、弁護士、七人。そりゃ、そりゃそうですわ。わその上でね、さらに12月にコラボと代表女性を支える会っていうのが立ち上がったんです。ここに、まあ、あのね。 まあ私の馴染みのある、全然馴染みはないけど、もう、キメセクボクシも名を連ねていた。これが間接的にキメセクボクシを取り上げた動画を出したことで、間接的に蝶駅太郎がコラボの話をちょっと触ったような形っていうことになったんです。最初に私はキメセクボクシって言った時には、この男性も、あ、蝶駅太郎も、この、なんか参戦してくれてるみたいなコメントがあったように見受けられるんですよ。ところが2本目に出したことに対して、もう、おかしいっていうふうに思ったんでしょうな、この方はね。 に賛同してメッセージを寄せた人が83人893人じゃないです。83人ね。うん9が抜けてるね。83人これに弁護団もったしたら90人ですね。うん、あの山口組の直さんぐらいの数ですね。これうん、山口組の直さんの親分たちの数ぐらいですね。これが90人はいまあ。本当はね90人ぴったりではないんですけど、ほぼ90人がこの。 山口組の直さんの数と同じぐらい、このコラボ側についているわけなんです。これが、仮に普通の喧嘩でやったら、90対1っていう絶対に90の方が勝つわけじゃないですか。それだけの量の人の名前を連れてきて、自分たちの側の味方がこんなにいますよ。皆であなたと戦いますよっていうことですよ。まあ、この男性一人に対してね。だからそうかって思うわけですよ。超液太郎に何かあったんじゃないのって想像をツイートしてみせて、あたかも本当かのように広められた原因になった男性が、そもそもね、普通のね、肩着 の人たちからしたらこれは圧力を感じるなっていうことをされている。まあ、ちょっとこれはここはちょっとさすがにね大人気ないっていうか、もうちょっとやりようがだからわかるすごいわからなくないだからこの人庇いたいっていう人たちがこの一般の人たちから見て思うのはわかるんですよ。なんだったらもうあの助けてやろうじゃないか協力してやろうじゃないかこんなのっていうのはすごくわかりますね。こうなってくるとねはい。そうなるとまあ他の人もね。 そうされているんじゃないか。また違うような、こんなインフルエンサーとか、なんか、まあ、使ってやってきてるんじゃないか。その、80人も90人もいるんなら、な、何か私につながる人がいて、圧力かけたんじゃないかっていうふうに、まあ、考えてもね、不思議ではないですよね。なんか。で、まだまだあるんですよ、実は。コラボ顔が男性を訴えるということで、訴状って作られるじゃないですか。で、男性が訴状を取りに行きます。文明を確認します。訴状の序盤の方をね、全体公開しているんですけど、そこでコラボ 顔の要求って書いてあるわけですよその中に要はこういうことが書いてあるあなたが負けたら3年間別紙に書いた謝罪文をあなたのところで掲載しろという内容ですねこれが発想の元ネタはねここなんですよ 正益太郎が脅されて台本を読まされてるっていうのがね、この男性本人じゃないですよ。うん。男性を応援しているらしき人からおひれがついた嘘のツイートで言われてたんですけど、周りがそれを信じ込んだ理由ってこれだったんですよ。結局、こういうことを、謝罪文を掲載しろということなんですよ。だからこれがやっぱり想像力がたくましくなって、こっちが訴訟を勝ったらこの書いた通りに読めよ、は、 事実として言われている。それが脅しみたいと取れる。だから自分が言われてるから他の人にも言っているんだろうと思われたんですね。わかりますかそういうような感覚。なんかちょっとややこしいですね。こっちが訴訟を勝ったら、この書いた通りに読めよ。裁判にお前ら負けたらこの通り読めよ。ということを事実として、 言われている。それが脅しみたいに取れる。まあ、まあ、うんね。弁護士が言ってるから脅しじゃないっていうかもしれん。脅しに取れますわな、これ。だから、自分が言われてるから、他の人にも言ってるんだろう。何かしらのことがあって、懲役太郎に言わされてる。お前、他のことがあって、じゃあこれはお前言っとけって言われたっていう風に思ってもね、不思議ではないんですね。この人は渦中にいてそういう風になってるわけですからね。そこに急に私が、ね、発言が方向転換したように、急にひっくり返ったように、白から黒に変わったように感じたんでしょうね。そんなことはないですよ。でね、これだけでもまだまだ終わ らないんですよ。男性の安全を脅かすようなこともあったわけですよ。訴訟だ訴状だと。 どうのこうのってなったら、住所の話になるじゃないですか。訴える方が、訴えますよという訴状を相手に送らないといけないんで、男性の住所っていうのは、まあ、コラボ側には知られることになるわけですよ。それに関しても、この弁護士が、訴訟のために正当な手続きで情報を取得していないんじゃないか。会見にいた弁護士の中の一人が、懲戒請求を、その男性からかけられた時に知った住所を確認しないで流用したんじゃないかっていうのを、 コラボから訴えられているっていうこの男性が言ってるんですね。ね。それもなかなかもし本当だったら問題にならないのかっていう話なんですけど、その後の方がもっと問題で、今のこの男性の住所はここだぞと言って、自分は捕まらないぞ、差別主義さざまあ見ろというような挑発もするようなツイートをした人間が。 出たんですよこれはちょっと笑えないですね。それが本当でも嘘でも、晒した住所に愉快犯か何かが言って、誰かに危害を加えるようなことが起きてしまったら、この住所のついた人は知らない。私に責任はないでは済まないんですね。もうこういうことの状態で、あの、YouTuber では、まあ私の友人なんかはもう事件になって逮捕者も出てるっていうことも起こっているんですね、実際に。まあ大関慎吾ですけどね。<laughs> はい。 いいけないこととかっていいうううのは言うまででもないようなよことでねこれはやっちゃいいけなもう本当に二度とこんなやつが出てこないような抑止は本当は必要です。これはね。あとは、今これ撮ってる時点で一番新しい話なんですけど、男性がアップロードしているコラボ騒動関係の動画に対して、コラボではない別の団体が著作権侵害を申し立てて、削除申請をされて非公開にされた動画が出たっていうんですね。まあよく 見てみると、その別の団体の YouTube チャンネルでコラボの記者会見の配信っていうのはそもそもやっていたし、著作権侵害もその別の団体のチャンネルで出している動画を使われているからという主張みたいなんです。これはねー。 まあ、コラボが頼んだのか、その団体が気を利かせて勝手に動いたのかわからないですけど、まあ、これもひどいですね。うん。YouTube は、こういった場合の申請っていうのを結構まず一旦は受け付けるんですよね。一旦受けて非公開にして、違うんだったら違うっていう風になって、異議申し立てをやってくれ。 で、動画を上げた側に対応を求めてくるんで、要はそれを逆手に取って足止めをしたわけですね。たとえそれが通らない嘘の申し立てであっても申請だけすれば一時的に相手の動画を引っ込めさせられることができると。再度公開するための対応の手間を取らせるという。 まあ、方法とも私は取れるんですね。これはさすがに私も YouTube で動画を上げているものとして言いますけど、まあ、文句があるのはね、まっとうにアルロン動画を出せばいいんじゃないか。YouTuber なんだからと思うんですね。チャンネルもあるんだから、自分らでまとめて撮って編集して出してやるのが本当のフェアなやり方ですよと。まあ、我々 YouTuber はそう,うそういうふうにやってきてますね。はい。 というのをね、調べていたら分かったんですけど、これだけでもなるほどな、こんなことされていては、まあ、蝶翼太郎のね、炎上のきっかけになった懲役太郎の2本目の動画が、まあ、何かあったんだ。怖い。 みたいなツイートをした男性も、そのツイートって出たのが夜中の3時ですからね。こういうことがあって、ちゃんと夜寝て朝起きる生活ができていないとなると、夜中にね、起きている人間って結構間違える。ですよね。これもそういう思い込みの間違いから出た言葉なんだろうと思いますし、思いたい。 私はこの人に敵があるわけじゃないんだよ、そもそも。この状況も知らなかった、その時はね。だからそれは悪いなと思いますよ、本当に。悪いなっていうことで、もうこういう、もう私はキメセク牧師のことだけ喋って。で、まあちょっと調べておく中で、私はそのキメセク牧師の団体のところ、これは分離して考えようねっていうことを言っただけのことなんですよ。こう私にし,してみればね。これとそれは別、いや、そこは、いや、 キメセク牧師がやってる団体だから、そんなもん関係ない、みんな悪いって、そういう考え方は今の時点ではやめましょうということを言ったまでのことなんですね。まあ、時系列で遡って見ていけば、その男性にのっかかって面白がって、他の人やまとめサイトがコラボよ横に誰かいて脅されたんだとかの客色で持っていったという部分もあるんで、この男性が全部やっているかって言ったらそれは違うんです。 違うんです。そこはちゃんと分けなきゃいけない。これもね。この人が全部悪いなんて私も思ってないし、彼は必死にね、戦っているわけですから、うん、そう思ったんでしょう。そこで防御、防御しないから、し、しなきゃいけないからっていうことで、こう、私にもこういう、こういう形になったと思うんです。まあね、最初のきっかけではあるんだけど、もうこの男性に対してね、別に怒るような気もないです。まあ、この事実無根の大嘘は疲れましたけど <laughs>、それでまあまあまあ、多少再生数は伸びたんで、まあ、いいかって感じですね。逆にコラボのことは知らなかったんだけど、知ってみる 見ればこんな用はできないですよね。まあね、<laughs> なか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 ちょっとね。これは？ あれですよ。一瞬ね、もうこんなことになるなら、いっそのこと、コラボ用語の、の、なんか、とにかくいろんな要素を付け足して、自分で脚色してでも、いい、いい団体でいい組織だよってやって面白おかしくやろうかなって、ちょっと、ちょっと無理だよね。さすがになかなか難しいね。うん。そもそも私が言っていたのは、あくまでも、コラボのことじゃないですよ。コラボを支える会の賛同者の中にいた、キメセク牧師が代表として名前が、名前が出ていた団体に対しては、ケミカルがどうとか、キメセク牧師が 今保護されている子に手を出していたとかっていうことはないですよ。無事ですよということを言っている、言ったということなんですよ。いや、それもじゃあ全部見て確認したのかと言ったら、そんなこと物理的にできるわけないじゃないですか。いろいろ調べていったときに、あ、こういう話が、でもここはまだ私も言えないんですよ。その情報源を。かなり信憑性のある話を聞いて、じゃあそのまま言ったのかって、いや、その通りですよ。はい。 私は別に報道機関じゃないので、私が聞いて知ったことを感じたままに喋っているだけなんですよ。はい。だから、コラボのことは変わってないし、ましてやあの捕まった牧師のことも、容疑を否認しているんだから、推定無罪での話をしないといけないということを言ってるんですよ。っていうのは、常に私は動画の中でそれを言ってるわけだから、決めせく牧師だろう、だからと言って、誰それさんだからと言って、誰々だからと言って、今回は違うよっていう論調にはできないから、当たり前のことを言ったわけですよ。どんな に性犯罪を犯したこれは許せない私はもうあの性犯罪と子供に対する犯罪のところはもう言語道断もこ,これはもうっていう風に思ってますけどそんな な人たちでも、そんな人でたちでも、否認をしている以上は、それで捕まったっていうことであっても、もう確定的な証拠がきっちり上がるまでは、犯人だという前提で話をしてはいけないんじゃないかって、万が一違った時どうするんですかということを言ってるんですよ。だから、認めている人間ならば、まあ、あれでしょうけど、認めているからか、あの、絶対認めたっていうことでもない。まあまあ、話がちょっと変わっていきませんけど、無理にね、認めさせたってこともゼロではないので。だけども否認している いる以上は黙秘している以上はそこは起訴されるあるいは裁判後発展においてはんしましょうということを言っているんですねそこなんですまあ、ましてやねこの。 コラボの正直言ってこの不正会計がどうのこうのっていうのは全くわからないですよ。これは調べてない手抜きとか圧力で騙されているとかじゃなく、コラボ側が一切やましいことはありません。こっちが出した資料を全部読みなさいって言うけど、東京都に対してこの男性がいろんな情報に対して会議請求をかけてたんですよね。その会議請求がほとんど通っていない一面真っ黒塗りで出てくるという事実を前にして白とも黒とも断言できる人は今の段階ではいないじゃないですか。 という意味での分からないって言ってるんですよ。黒塗りにしてから、して出したから黒だって言い切れないんですよね。ね実際のところ分からないわけですから。だからそこは裁判なり、 になって判定を下せる期間なりの調べ発表がないことにはなかなか言えないと思うんですよ。で、ここも感覚的に自分の意見はっていうふうに言えばいいお前言ったじゃないか言えるじゃないかって言うけど私はそのことに、見識も知見も知り合いもいないので分からないんですよ、これは。そこはだから言えない。 まあね、いろいろあっちとこっちで数字が違うとか単純な算数で考えて納得できないとかいったものはあるにしても、まだ何とも言えないっていうのが本当ですよね。問題なのはもっと別のことで、まずこのキメセク牧師が逮捕されてから支える会の方が何も言わないで黙って名前を消したことなんですよ。ここを私が大きく取り上げた。他はわからないけど、ここは違うよねって言って。 言ったんです、私は。サブチャンネルの方でも、信じて待ってやらないのと、仲間じゃないのって、みたいなことを言いました。もう一つ、黙って消す前に、そのキメセく牧師が代表とされていた団体に、保護されている子たちの心配とか何かかばってあげる、その子たちの精神ケアが大事です、みたいなことは言ったのということなんです。 まあ、だってね、コラボさんのページにありますよ。10代女性を支える活動って、あの報道で偏見の目にさらされる恐れがある、怖くなったり不安になる、10代の女の子がいるかもしれない、気にならなかったのかと、真っ先にそれが言える人は、コラボや支える会にはいなかったんだろうかということなんです、私は。本来そっちじゃないの っていうことを言いたかったんです。それとこいつの住所はここだって晒したやつが出たっていうところでネットではコラボ側が情報を渡して喋らせたんじゃないかみたいなね。これも憶測ですよ。そうやって囁かれていたんです。そしたらこのコラボのホームページで事実無根です。悪質なものには法的処理を取りますと声明を出したんですけど、これは悪質という相手がまあ、ちょっと違いますよね。本当に怒らないといけないのは住所をツイートした人間ですよ。一番このことでコラボの名誉を貶めたのはそう そいつに断固した、断固とした抗議をした方がいいじゃないんですか普通で考えると。いくら噂をささやく人の口を封じて回っても、根元の問題を起こしてる人間を止めなかったら、まあ、水面下で、やっぱりそうなんじゃないかって思われるだけで、かえってそっちの方が挽回しにくいと思いますが、そうなんですよね。というのを、我々 VTuber、YouTuber でも分かっているんですよ。 何かトラブルや揉め事が起きた時に、その相手を攻撃とかね、苦しめたり不安にさせるようなことをやりに行くのはあってはならない。これがいなきゃ終わりなんですね。もうそういうことで散々私も見てきてるんですよ。そのやり、不毛なことをやった結果がどうなるかって両方とも友達になってくしゃくしゃになってるんですよ。実際そうですよね。ね、それを止めないで代理戦争をやらせて、不安が相手に言いに行くのを止める素振りもしない。逆に煽る、生かせる。それで見放されて落ちぶれて上がってこれないっていうことは本当にあるんですよ。まあ それがね、言えないのかと。私程度のね、元犯罪者の前科三番でね、何にもできないね、こんなおっさんが分かっていても、この弁護士という人が7にも8にもついていて、あれこれ分かんないの そんなこと分かんないのかなあの、教えてあげるからね、あの、聞きにいらっしゃいっていう話ですよ。YouTube の使い方、SNS の使い方っていうの、ツイッターのことは分かんない t w ツイッターのことは分かんないけど。YouTube のことはちょっと分かるよ、このおじさん。まあ、言ってくることはないんだろうけどね。そういう人たちはね。いじても来ないわね。うん。だけど、だけどこんなことになってるんじゃん。だけどこんなことになってるんだけど、このおじさん一人で自分でこうなったことを消しに行って、こうやって沈静化させようとしてるんですよ。ね。あか、あんまり、あんまりおちょくったような言い方しちゃいけない。うん、ダメダメ。はい。で、これがまあ、今一番言いたいこと。

まあこれがすごくダメだっていうことがあってキュアノンって皆さん聞いたことありますかまあ簡単に言うとアメリカのねいろんな陰謀を信じていろんないろんなね事件を起こしている集団のことをそう呼んでいるんですけどこれをもじってねこのね懲役太郎がまるで圧力をかけられて忖度した動画を出したかのようなことを言った男性を要は男性とその支援者たちはキュアノンみたいな集まりだと言って揶揄するような 言葉を作って読んでいる人が出てきているんですよ。ね。これはね、さすがにね。これをコラボと代表女性を支える会がツイートで引用リツイートしてハッシュタグをつけて自分もツイートしているんですよ。コラボはなんでこれ起こらないの デマや言われのない誹謗中傷を受けて許せないんでしょそれで男性を訴えるって言って記者会見までしてそれを支えると言って繋がりに来たその会が自分から個人とその応援している人に対して偏見でレッテルを貼ってまるで犯罪事件を起こすような集団であるかのような呼び方をしてそれをまずいと思ってなく消してないんですよ。決めセ牧師のね、名前は。いち早く消したのに。これを 咎めないでそのままにしている。謝らなくていいと思っているんなら、そのデマと誹謗中傷で訴えますも、そのままにして、謝らなくていいよねっていうことでいいんじゃないですかもう。だって自分たちを支える会も、デマをリツイートして、誹謗中傷に手を貸しているんですもんねこれは。自分たちがされる分には訴えるけど、自分たちにつながるところがする分には、だんまりっていうのはどういう理屈でやっているんですか それはいいことなんですかコラボと支える会の人たちの中では、そういうことですよ。Q. アノンというのがどういう意味の言葉なのかを軽く考えすぎてますよね。本当に。 そういったことが差別用語とか偏見の用語っていうふうに理解してませんかえー、裁判上でももうドキュンっていう言葉を使ったら、これはもう誹謗中傷、差別っていうふうに、え、反例で出ておりますよ。だから、キュアノンがどうかなってるかっていうことはわからないにしても、そういうふうに取れるような言葉、褒められる言葉では使われていませんよね っていう風な認識は、7人、8人いたら1人ぐらいあっても良さそうな、この私ではわかりますよ。はい。まあね、これコラボのね、名前をつけてこれやってるうんですよ。誰より何よりコラボの訴訟の足を引っ張っているのは、支える会ですよ。一刻も早く支えるどころか迷惑だって言って手を切った方のがいいですよね。まだその方が結果的に傷が浅く済むと思いますよ。はい。って言っていたら、それでさらに今度は、 ピザゲート事件という、これもアメリカの陰謀論でピザ屋さんが脅迫にあったりしたっていう事件なんですけど、その事件を引き合いにして、またコラボと訴訟関係にあるこの男性と支持している人たちを揶揄しているんですね。これに一緒になって乗っか,かっているのが、コラボ側の弁護団の中に名前がある弁護士がいるんですね。 じゃあね、もう取り下げて謝ればいいじゃん。そのデマと誹謗中傷の訴訟。自分たちも相手にデマと誹謗中傷やったんだから、コラボも支える会も一緒になって、これは弁護士の人もやって OK ーと思ったんでしょだったらやられるのも OK で許してやりゃいいじゃん。もうこうなると、騒動の元の訴訟、負けますようにって願った方がいいんじゃないのかな。勝ったら今度は逆に自分たちの言ったことを訴えられて負けって、いうことになっちゃわないですか これはい。だからまあ最初からコラボの用語なんかしてないんですけど、今知った上で改めて味方なんかできないですよね。そもそもあれですよ。私と関わりのある、ある人がね、コラボの話をした後にどうなったかっていうのも、そこは見て知ってますからね。それでコラボにいい態度取るわけがないんですよ。はい。 もうそもそも、私と信仰がある人がそのことを言ったときに、え、なんでこんなことになるのってもうここでも名前を言うとね、あれになっちゃうてあれなんだけど、私はもうそこ知ってるんですよ、そもそも。これで分かってもらえるといいんだけど、どうだろうこれだとね、今度はコラボを叩いたから、コラボ側の誰かから、男性側から圧力があって金も積まれて台本読まされてるんだろうって言われるのかない、ね、このもうどうにもならないね。散々今言いましたけど、炎上のきっかけになった、この今コラボに訴えられている男性も本当に可哀想だと思いますよ、これ。これだけの相手と 訴訟で戦うっていう風になって間髪乗りますって言ったらもう5500万円ぐらいだったかな集まってるんですよねそれだけ注目さもうされているし応援もされているしもう ある意味ヒーローみたいな扱いなんですよ。それだからもう、懲役太郎に対して事実もこんな嘘をついただけで訂正も謝罪もできないでしょうねって。うん。最初からやれと言いませんけど、周囲がこれもう男性がどれだけの嘘をついて、どれだけ何、どこに影響を与えたとたとしても、知り続くとか謝るとかっていうのは、それはもう周りが許さないだろうと。もう、もう彼の意志であって、彼の意志じゃなくなっちゃってるというふうに私も思うわけですよ。だから、まあそこはできないこと不可能なことを要求 してもしょうがないんですけど男性の方からね反応がなくてもそれはいいんですもう本人はもう終わったことって言っちゃってるんだからねそれをむし替てどこっていう ことは思わないんだけど私は私の気持ちや私の真意を分かってほしい。私も言論って喋れることしかないので。もうね、とにかくこの著役太郎はコラボの見方ではありません。その側に立った覚えもありません。圧力も来てないし、台本も送られてないし、お金もいただいていません。大体いい台本があったって私読まないですかね。読めませんからね、台本なんてね。テレビに出ても NHK に出てもね、中京テレビに出てもね、台本通り読まないからね、偉いことになっちゃったんですよ、本当に。うんうん、もうそ,そこからテレビなんてもう二度と出れなくなっちゃった。 ね、そういうことです。はい。超液太郎にね、台本を読ませるのにね、使った金、ね、いくらだろうなと、ありもしないことを言った男性もね、ちゃんとね、本当に体に気をつけてね、ちゃんと寝てね、想像をね、膨らませず、ないようにね、健康に留意していただきたいと思いますよ。まあこれからもね、超液太郎は圧力屈せず怯えず、一本どっこで引き続き頑張ってまいりたいと思います。ね本当に、これだけのことをね、たった一言のね、まあ悪意があるかどうかは別として言ったつぶやきが、 ここまで波及して、これだけのことを言わなきゃね、あの、どうにも収まらないところまで来ちゃってるっていうことなんですよ。はい。皆さんね、責任を持ってツイート、つぶやきしていただければな、というふうに思います。以上です。